き出すオーダーメイドサロン、ボーガの加藤と申します。本日のビスポークプラスチャンネルではスーツの襟について、ご紹介お話ししていきたいと思います。まずこの襟の形の由来なんですが、簡単にご説明します。ちょっとコートの襟をお借りして、もともとですね、襟の形軍服から来ておりますので、こういったね、クローズして高い襟、もう V ゾーンがないような襟の形になっておりました。で、ところがですね、もともと防寒のために、こういった形になったんですが、もちろん軍服を着る軍人さんもね、夏場暑いので、ここにね、フラワーホールの穴がありますけど、これでボタンで留めるような形になって、こうね、胸元を開けれるように、なってきました。で、その形がどんどん流れて今のスーツの襟の形になったと言われてますが、まず、襟の形いくつあるのかと言いますと、オーダーであれば4つ、まあ基本的に4つの襟の形がございます。1つがこちら、襟のことを我々はラペルと言います。このラペルの形、名前があるんですけども、こちらはノッチドラペルと言います。ノッチドラペルのノッチの意味が指す言葉は、この V 字型の切れ込みのことを指してます。なので、ここに V の字の切れ込みがある形ですよというのがノッチドラペルです。で、このノッチドラベルよりも少しこの V の字を、閉じた形、もう少しですね、この襟を上げた形、 V の字を狭くした形のことをセミノッチドラベルと申します。で、このセミノッチドラベルとノッチドラベルのスーツの襟型っていうのは、比較的普段使いに使いやすい、ビジネスのシーンでも使いやすい、襟の形と言われていますので、オーダーされるときにビジネスで、ちょっと着用する方はこの形を選んでいただくと非常にいいのかなと思います。そして2つ目はこちらピークドラペルと言います。で、もちろんそのピークが指す言葉の意味は、この尖った部分を意味しています。で、これにもセミピークドラペルという襟の形がございまして、この尖りよりも少し下げた形をセミピークドラペルと申します。その2つのピークのね、ラペルがございまして、こちらはもともとダブルのスーツでよく使用された襟の形ですので、少しドレススーツ向きな形と覚えてください。なので、パーティーに行かれる方とかは、こういったね、襟の形でダブルのスーツの中にしていただくと、すごくドレッシーな形になるのかなと思いますので、ぜひ選んでいただければと思います。で、今4つの襟の形ご紹介しましたが、セミノッチドとセミピークドは、あまりね、既製服のスーツ屋さんなんかでは見かけないので、オーダーならではなのかなと思いますし、オーダースーツ屋さんに行かれたら、ちょっと他の人と違う襟の形がいいなという方は、そういった形をね、選んでいただけるといいのかなと思います。で、襟にはもう一つ選べるところがございます。それが太さです。襟の太さ、比較的少し前まではすごく細い襟が流行ってましたので、ネクタイなんかもね、ちょっと細めのニットタイなんかが流行ってましたよね。このね、襟の太さというのは、基本的によく言われますのは、ネクタイのこの太さですよね。ネクタイの太さと合わせたぐらいの幅を、してればいいよっていうようなことが言われてます。なので、現在は少し昔と比べて、太めの襟が主流になってきてますので、結構ね、お店なんか行かれてもネクタイの幅もちょっと広がったワイドの幅のネクタイが数多くなってきました。
なので、オーダースーツ屋さん行かれてもですね、このネクタイと合わせた幅に、していただくとか、もしくはネクタイ、必ずしもネクタイの幅と合わせないといけないということではないので、ちょっと太めのね幅を選んでいただくときに、まあオーダースーツ屋さんで襟の幅ってちょっと太くできますかとか、逆に細いのが好きな方はちょっと細くできますかなんてことをフィッターのねご対応していただける方に、言っていただけると、ご満足いただけるようなスーツになるんじゃないかなと思います。はい、本日はスーツのこの襟について少しお話しさせていただきました。まあ僕もちょっとお話、そんなに上手ではないのでどこまで補足できたかは分かりませんが、ぜひ参考にしていただいてオーダースーツ屋さんに、ご来店いただければなと思います。本日はありがとうございました。